こんにちは、シーバードです。今日はですね、このロクトロンのニトロ、これを使って音の変化を楽しんでいきたいなと思います。今日はですね、エフェクトは1個なんですけれども、ギターを5本使っていきたいと思います。5本のギターでエフェクト1個で、どのようなギターの音が変化していくのかっていうのをやっていきたいと思います。テレキャスト、ジャズマスターとレスポールとイエローハートとサイケ、この5本でやっていきたいと思います。ではまずテレキャスからいきます。で、続いてはジャズマスターです。すごくいいですね。Thank you.
続いてイエローハートです。サイケ君です。テレキャスが一番良さそうですね、ノリは。
感じになりました、いかがでしたでしょうか。ロックトロン2トロ、シングルコイルの方がノリはすごく良かったですね。エフェクトのノリがすごくいい感じで、大きく音が変わるな、あと抜けがすごく良くなるなっていうのがありました。でハムの場合はクランチを弾く際にはやはりちょっと EQ が必要ですね。ちょっとモコモコ感がありすぎたので、ハムの時にはどっちかっていうと、オーバードライブに対してのブースター的な役割として使った方が、歪みの時に使った方がいいかなっていう感じはしましたね。いろんな使い方があると思いますので、ブースターぜひですね、皆さん1台あると非常に使い勝手よく便利だと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。